そも名古屋の水が名古屋から流れてきてるっていうのも知らなくて、読書会としてはそこから入ろうかなって思いました。机の上の勉強、まあ、起業の勉強で、まあ、今まで終わってたんですけど、やっぱり大学に入ったら今現状で起こってることとか課題とかそういうのを直接自分の目で確かめたいとか感じたいと思ったので、自分の想像できないような話とか苦労してる話が現実っていうのが学内だとわからないので、自分が関われるっていうのが楽しいところだし魅力かなっていうのは思います。班ごとにテーマに沿ってやっていくんで、主体的に授業に参加できるかなと思って、自分が気づかない点を他のメンバーが気づいてたりっていうことをくれたりするので楽しいです。いろんな意見がもらえるというところが、意見が自分に言った時になんかみんなが同調してくれて、あーってうなってくれた時とか、あ楽しいなって思います。やっぱり自分の体で感じて、やっぱり直接お話を聞いて、それが自分にとって一番の経験になると思うので、目で見たものをいかに制限で魅力を伝えるかっていうのは大変でありながらも楽しかったと思います。社会人の方と触れ合うことでどんなことを常に考えて動いているのかっていうのか、相手の意見に対してどういう考えを持つっていうのをすごい学びまして、自分にない目っていうのを教えてくれたり気づかせてくれたりするので、それはすごく楽しくて、敵は基本的に僕はポジティブに捉えてますね。いいものができてくるので、やっぱりいろんな意見を見るといい関係性が築けたし、自分が成長していくなって感じました。いい経験で、まあ、これから生きていく上で大切になるかなと。